今から高畑不動に行きます。土方さんだ。歳三さんの像があります。絶対見に行きます。というかこのために来たんだよ。網越しに、あ、網にピントが行っちゃうな。反対側もやっぱり網にピントが行っちゃうな。網だな。思ったより鳴る。お、歳三さん見つけました。土方歳三さんの像。かっこいい。ニコニコ地蔵。高畑饅頭を買いました。こっちがあんこで、こっちが桜あんです。いただきます。おう、開運そば。あ、本当だ。開運って書いてある、これ。